2023年の大晦日に生放送された NHK 総合第74回 NHK 紅白歌合戦の平均世帯視聴率が 31.9%5900 から1145の第2部であることが2日分かった。2部制となった89年以降最低だった2021年の34.3%を下回った。数字はビデオリサーチ日報調べ。 関東地区、写真、橋本環奈、紅白、花柄ドレスは定価286万円。お値段可愛くない、午後7時20分からの一部は世帯29.0%。22年の、第73回紅白歌合戦、は世帯35.3%、第2部、だった。司会を有吉弘之、橋本環奈、浜辺美波、高瀬幸三アナウンサーが担当。 毎年恒例の剣玉チャレンジでは、128人連続で大皿に乗せる挑戦が無事成功したと思われていたが、後に失敗していたことが公式 X、旧ツイッターなどで発表された。番組では高瀬アナからエレファント鹿島氏の歌唱前に失敗の胸が伝えられ、会場は騒然となったが、橋本が続いては、と即座に反応し、地獄のような空気を断ち切った。また、 今回は性加害問題の影響で、旧ジャニーズ事務所からは1979年以来44年ぶりに出場者ゼロの異例の紅白となったが、初出場組を含むボーイズグループやガールズグループ、K-POP 勢が躍動。YOASOBI のアイドルでは出演した男女グループやかつてアイドル活動をしていた橋本とあのがステージに集結して盛り上げた。